ばんは、パーソナリティの伊関忠です。そしていつも元気なまかないゆうすけです。今宵は素敵なゲストが、いやゲスト、台本通り読みますね、素敵なゲストがいらっしゃっております。挨拶しますかどうぞ。はい、皆さんお久しぶりです。キャナリープロダクション所属、島田良平です。今宵も眠れない夜をお過ごしのあなたとご一緒にナイトキャップストーリー。ということで今日は久しぶりに良平が遊びに来てくれました。ご無沙汰してました。いやなんか久しぶりに来たらスタジオ狭えな。良平さんいい方、まあ、番組の扱いが悪くなったみたいな言い方するんじゃないの。確かにで今日は何しに来たんだ。まあ簡単に言うと、まあ宣伝なんですけど、明け透けだ、まあ、俺がゲストなんですからもうちょっと扱いよくしてくださいよ。良平さんってゲストだったんですか。ない天然って最強だなお前だ。え扱いが雑なのは諦めた。良平それが正しい賢明な判断です。あれさてなえお前は気にするな。さて、両平とも久しぶりなんで、近況報告なんぞ話をしましょうかね。両平最近どうなん。最近やっぱりまあ僕去年の、まあ、11月あたりに、うん、まあ、もう舞台関連ライブ関連の仕事はもう一旦ストップしますよっていう形で、うんうん、活動させていただいたんですけれども、うん、ありがたく、まあ、アニメだったり吹き替えだったりそういう仕事が来まして、うん、やっぱり、うん、メディアとして皆さんの前に立たせていただけるっていうのは一番ありがたい活動内容かなとは思いますね、うんうん、で今日もあれだろ、告知って明け透けに言ってるけどもなかなか告知の内容が最初に聞いてた話と今日打ち合わせに来たらすいません告知1個増えたんですけどいいですかって。もう売れっ子じゃないですか。いやそんなことないですよ本当に。いやいやでもね話聞いたらさ、まあ、主に吹き替えの、そうですね、今日のやつはあれだけども、ね、はい、なかなかご活躍じゃないですか。いやいやそんなことないですよ、もう早くですよ早く。早くだってお前ちゃんとお仕事はお仕事だろ。まあお仕事ですね、はい、いいじゃない。まあお仕事はそんな感じでプライベートどうなん、はい、プライベートっすかね。まあプライベートって言われるともう本当に家帰ってきたら海外ドラマばっか見てますね。おー、まあ名前は出せないだろうけど、まあそうですね、海外ドラマどういうのが好きなの、はい。海外ドラマやっぱり SF だったりとか、まあ、あとはクライム系だったりとか。ああいいねクライム系俺も好き。みたいな。ああみたいな、ね、24時間みたいなやつね。24時間、うんうん、警察24時みたいな、うん、あれ俺も好き。はい、シリーズもんが好きなの。シリーズもん1本じゃなくて。そうですね、やっぱりまあ洋画とかで2時間の映画っていうよりかはもうシーズンがすっごい長いやつをもう、もうロングスパンで見るのが一番好きですね。あ、一気見とかすんの。一気見しちゃいますね。あ、一気見派。一気見派です。でそんで翌日寝不足で仕事を迎えるっていう。ダメじゃねえかよ。危ない。ダメじゃねえか。俺昔そういうシリーズものを夜中まで見ちゃって、はい、その合間に自分の仕事の V チェック入れて頭の中ぐっちゃぐちゃになったことある。いやそりゃなりますよ。V チェックは V チェックでちゃんとしてそうそうそう合間に入れちゃダメだね。合間に入れちゃダメですね。そうそうそう、落ち着いてから見るのだったら全然いいです、ね、頭リセットされなくてね。そうですね、あの時大変だ。大変ですもん。なあ、そう、な、最近どうなん。プライベートですか。じゃなくてもいいよお仕事でも。まあというかまあそうなんですけど、お仕事の方がまあ声優だけじゃなくていろんなのも含めてちょっと最近いろいろありまして、うん、まあプライベートが今ほぼない感じになってまして。前も最近ステージ系が多いよね。そうですね、うん、とかあとまだ発表はしてないんですけどちょっと10月の方にもあるイベントの予定があって、まあ、それに関しての執筆とか、うん、あといろいろ役作りとか練習とかでちょっと考えることがいっぱいなんで、うん、強いて言うならプライベートで言うとそのあまりにも煮詰まった時に最近は家の近くのスーパー銭湯に行って、うんうん、結構休憩室とかもあるんで入ってゆっくりした時にそこで仮眠室でいろいろ考えたりとか。ああ、大きいお風呂ってリラックスするよね。そうなんですよね。わかる。充実してんな。いいね。ありがとうございます。
な今その考えることいっぱいっていう中にさ、はい、役作りとかって言ってたけどさ、はい、ないお芝居の時の役作りはどういう風に作るの？あ、そうですね、最初僕、うん、変な話なんですけど、うん、その本を見た時に近い友人を探すんですよ、その本を、うんうんうん、でその人とまずご飯に誘って、うん、あ、モデルケースありな感じ、そうですね、そのモデルを探してその人からあこんな感じの考え持ってるんだなっていうので、うんうん、もうあとはモノマネじゃないですけど、なんかその人の思考回路というか考え方をちゃんと意識してしばらく生活してみるっていう感じ。良平は？僕はもう本当になんていうか、もともと俳優をやってたので、うんうん、作り方がもう俳優さんの方に近いというか、うん、まあ、やっぱりまあ、声優も俳優も役作りに関しては一緒だと思うんですけれども、うん、まあ、簡単に言うとそのキャラクターの内面だったりとかバックボーンだったりとか人間関係だったり喋り方はどうなのかとかいろいろ口調はどうなのか、どこで感情が激しくなるのか沈むのかっていうものを考えてから、まあ、役作りをする形ですね。自分から引っ張り出してくる。引っ張り出しますね。モデルケースを外から取り入れる、うん、モデルケースは取り入れないですね。やっぱり自分の中のちっちゃいのを大きくしていく感じ。そうです。あとは特殊なのがもう目つぶってそのキャラクター の、 目線に立って物事を見ていくっていう、うん、視観で捉えて、あ、こういう時こういう感情になってるんだなっていう。まあ、僕の場合はこれをダイブって呼んでるんですけども、役に潜ることを、あ、なるほど、はい、それをやってますね。たまに帰れなくなったりとかしますからね。沈みっぱなし、沈みっぱなしでもう。まあね、こういう話はね、まあ、我々形は違いといろんな役者がうちのメンバーは揃ってるんで、人によって違うものだからね、いろいろあると思うけど、ちなみに俺はね、まあ、作品にもよると思うけど、その人よりも周りの人のやつを読んで、周りの人たちがその人をどう思ってるかを考える。ああ、はいはい。で、俺が遺跡っていう役だったら、ナエのセリフと良平のセリフを読んで、この二人が俺のことをどう思う、その台本上の中で、この二人が俺のことをどう思ってるかみたいなのを、人からどう見られてる人なのかみたいなのを考えて、で自分のところを考えて。最終的に統合するみたいな感じ。あ、でもそれいいですね。いいな、うん、なんかそういうね、役をやったことがあるのよ。もう死んだ人で、うん、過去の人の劇中ではもう過去の人でっていうので、そこに存在してないから、うん、もう風評を周りが噂してることしか世の中の人は知らないから、うん、でそれをやってからかな、そういう作り方をしたのは、うん、うん、それがきっかけなんですね。うん、はい、他のメンバーの話もこんな話を聞いてみたいなと思います。すげえ真面目だな。そうですね。はい、さて、それでは、ここでメッセージを紹介したいと思います。はい、ラジオネームハートのエースさんからいただきました。皆さんこんばんは。こんばんは。 YouTube のリピート放送を見ながらオンエアの日を心待ちにしています。もうすぐ夏ですが、よく漫画や小説に一夏の恋ってありますよね。そういう思い出って皆さんにもありますか？甘酸っぱい？ほろ苦い？皆さんの一夏の恋の思い出ぜひ聞かせてください。期待しています、といただきました。いや、ありがとうございます。ありがとうございます。一夏の恋の思い出ですって。一夏かですって。さあさあさあ、いかがですか、一夏の恋の思い出。ひと夏っすか、うん、いや、まあまあ学生時代になりますよね。おうおう、まあ、甘酸っぱいのかなこれは、うん、なんていうか、まあ夏休み入る前に、うん、まあ終業式に、うん、好きな子に告白したんですよ。おで、おまあ OK をもらいまして、おで、まあ7月20日あたりかな、うん、まあ僕埼玉県出身なんで、うん、まあ、1ヶ月半ぐらいある、1ヶ月ちょっとか夏休みがあるんで、うん、まあ、8月の上旬あたりに、まあ、夏祭りがあったんですよ、うんうん、で、うんうん、花火あるから行こうよっつって、うん、まあ、行って花火を見て、うん、見て、でそんで帰り際に、なんか違うから別れよって。
ああマジかって。俺その子のことを結構長いスパン好きだったんですよ、半年ぐらい。でまあ2人で遊びに行ったりだとか、みんなで遊びに行ったりとかしてて、ああ俺のそういうところを見てくれて、でそんで付き合ってくれたのかなって思って、うん、やっぱり友達期間が長いとやっぱり恋人になった時にやっぱ違うなって思われがちなんだなって思って。今のその相手の子から言われたセリフが辛いね。辛いですね。なんか違うと思った。やっぱ違う、なんか違うからって言われて、いやもうそれでもう3週間ぐらい落ち込んでましたよね。きついですよ。きついきついね。だからその子とはもう今普通に仲いい友達なんですけどね。え、じゃあその告白をしてお祭りの日にそれ言われたってことは正味2週間ってこと？そうですね、はい。まあ、夏休みなんで毎日会えるわけじゃないですか、休みの日に。だから毎日遊んでたんですけど、やっぱりそこで違うって思っちゃったと思いますね。うん、辛いでしょ。ちょっとなんて言葉かけたらいいか。ないだね。ちょっとね、絶句してんだよね、うん、どうしようみたいな感じ、なんて言ったらいいですかみたいな目線をこっちに送ってくるんだみたいな。そうだって、なんか違うって言われたらもう、うん、やっぱりもうフィーリングとかなんか違かったんだろうね。まあ結構あると思うよそういうの。え、 今はさもう仲良くって言ってるけど、はい、その大人になってさ、よくさお酒酌み交わしつつあの時さみたいな話はしたことないの？いや、しましたよ。おお、した。した時に何か違うって言ったよねって、何が違かったのって聞いた時に、やっぱり友達期間が長すぎたと。おお、まあ最初はやっぱり恋愛感情を持ってたけれども、なんていうか友達の頃の方が楽しかったって言われて、うん、それでまた傷つけられるんですよ。友達の方が楽しかった、だったらなんで OK したのって、祭りの花火終わった後に振るなよって思うぐらい。いや、まあ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 、当時も振られ、数年後大人になってもお酒を酌み交わしながらその話を蒸し返してみたら再びザシザシ掘り起こされみたいな。いや、やられましたね完全に。いいの持ってんな、お前。出てきましたね。いや、もうひねり出しましたよ。あ、これがあったって。すごちそうさまでした。ありがとうございます。おそ松様ですね。で、ひと夏の恋ってさ、なかなかエピソード持って、うん、俺メール読んでさ、はい、あるかなと思ったけど、お前いいの持ってんな、今日のゲストがお前でよかったよ。いやー、よかった。いいのいただきました。いいのいただきました、はい、とてもありがとうございます、はい。皆様、ひと夏の恋ってありますか？夏の恋の思い出だったらね、あると思うけど、まあ、あると思いますね。ひと夏ってなかなかないと思う、スパンが短いですからね。そうね。皆さんの恋の思い出もしあったら、ぜひメールで送っていただきたいと思います。はい、はい、番組では皆様からの、感想やご意見、その他リクエストを大募集しております。メッセージやリクエストは葛飾 FM までお願いします。メールアドレスは 789@kfm789.co.jp です。懸命に番組名ナイトキャップストーリーと忘れずに書いてくださいね。メッセージは番組のホームページからもお送りいただけます。アドレスは http://www.nightcapstory.com です。ツイッターなど SNS でも番組へのメッセージやリクエストを受け付けています。投稿の際にハッシュタグ夜物をつけてつぶやいてくださいね。公式ツイッターのフォローや夜物の YouTube チャンネルの登録もぜひお願いします。皆さんのメッセージはもちろん、たくさんのフォロー、チャンネル登録を眠れないほどにお待ちしてます。さて、改めまして本日のゲストゲストですよ。さあ、島田良平さんから告知でございます。はい、ただいま Amazon プライムビデオにて配信していますワンダフルワールドという映画に餌役として、バッドガール最強の女子高生という映画に弁役として出演させていただいております。友情恋愛スーパーヒーロー何でもありのワンダフルワールド、姉の死をきっかけに復讐に燃えるヒロインが起こす残虐劇のバッドガール、まあ暑い夏のお供にぜひ見てください。で、もう一つあるんですね。おい、
ただいま YouTube にて配信されていますラジオ島田と平野のぶった切りラジオにメインパーソナリティとして出演しています。リスナーさんからいただいたお便り、まあ主に相談メールですね、それを辛辣にぶった切って解決していくという変わったラジオをやっております。はい、はい、配信日は隔週に配信してますのでぜひ聞いてみてください。はい、まあ、あのキャナリーチャンネルってやれば出てくると思いますので、はい、そちらもあのチャンネル登録していただけるとありがたいです。はい、また公式ツイッターがございますのでそちらもぜひフォローお願いいたします。公式ツイッターの ID はアットマークギリアンダーバーラジオです。スペルはアットマーク GIRI アンダーバー RADIO です。よろしくお願いします。はい、スペルの読みが棒読み感丸出しですね。いやもう本当に難しいんですよ。はい、それでは遺跡の方から代読で、はございますが、告知をさせていただきます。前回も、お知らせをさせていただきましたゆいかだんだんという、怪談の朗読の公演がございます。8月の16日金曜日19時から町屋駅から徒歩5分のところにあります古民家で行われます。料金3000円ワンドリンク付き。当番組の、作家伊藤海子が脚本を提供しております。出演うちの番組でも馴染みの深い、登ること斉藤登る、そして市川和也さんが、ご出演されます。夏の夜に怪談話はいかがでしょうか。さあそして初出しではございますけれども、ツイッターではちらほら言うておりますが、私朗読に出演させていただきます。はい、こちらのゆいかだんだんの次の日です。8月の17日の土曜日、こちらが、巡り喫茶という、朗読なんですけど、まあ、お芝居仕立てで合間に朗読を挟むという公演をやらせていただきます。こちら8月の17日の、土曜日14時17時20時の、1日3回のみでございます。こちら、富士見ヶ丘のスタジオドラゴンカフェさんというところで、公演行われますのでぜひこちらも、遺跡のツイッターの方で、情報を随時更新しておりますのでぜひぜひよろしくお願いいたします。さあ続きまして、うちの番組では、再三口を酸っぱくしてはい、お知らせをさせていただいておりますけれども、はい、毎度おなじみ11の恋とジャズアクト2のお知らせでございます。9月の8日の日曜日、こちらも1日限りです。13時からと18時30分からの2回公演、出演がボーカル今野亜希子さん、ピアノ鈴木志門さん、こちら、生演奏生歌とともに、我々演者が朗読を、一緒にお届けします。出演呉葉葵さん、土屋美穂さん、そして私伊勢忠志バカな雄介、イエイ、山口辰巳、はい、以上でお送りいたします。会場が神保町、楽屋神保町ですね。料金3000円プラスワンオーダーでございます。素敵なジャズの演奏とともに我々の朗読はいかがでしょうかということで、はい、今日はお知らせ盛りだくさんでしたけれどもいかがだったでしょうか。あのツイッター随時、追っかけていただけたら、この辺の細かい情報もいけると思いますので、ぜひぜひ皆さん情報の方、追っかけてください。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。どことも知れない街のどことも知れない場所にひっそりと名もなきバーがありました。そこに集う常連たちはなぜか皆話好きでお気に入りの酒を片手にさまざまな話を語って聞かせるのです。さあ今宵もなじみの顔ぶれが集まっているようです。マッサー、こんばんは。洋平久しぶりだな。どっか別のいい店でも見つけたのか。いやーそういうわけじゃないけどちょっと忙しくて。おお、一応聞くけど仕事プライベート。いやー聞かなくてもわかるでしょう、仕事ですよ仕事。そこは相変わらずなんだなこの店だって似たようなもんじゃないですか、相変わらず女っ気なくて。悪かったな。いっそのこと上司禁制にしちゃえばいいのに。それ店開ける意味あるかこんばんは。ん、何の話です、意味があるとかないとか。ようない。あ、良平さんがいる、すごい久々。え、何元気そうだな良平さんも。で、何の話してたんです。良平がな、
この店を女子禁制にしちゃえとか言い出してな。そしたらマスターが店やってる意味ないって。あ、そりゃそうですよ。マスターは女の子と仲良くなりたくてこの店やってるんですよ。ない、うん、お前最近ちょっとクーちゃんの影響受けすぎじゃないか。そうかな。だってマスターが女の子にすこぶる甘くてめちゃめちゃ弱いっていうのは定説だって。この間辰巳の方か。ご無沙汰してる間にマスターがいじられキャラになってるし。ああ、全く不本意なことにな。マスター、うん、そろそろなんか飲ませてくださいよ。ああ、そうだな。何にする？そうだな、せっかくなんで夏色のカクテルなんてないですかね。どうしたヨヘ、お前そんなロマンチックなこと言うなんて具合悪いのか。ないですよ、そういう気分なんです。なるほどな、夏色か。そうだな、それならイスラデピノスっていうのがあるけどどうだ。海に沈む夏の夕日みたいなオレンジ色のトロピカルカクテルだ。夏色で青っていうんじゃ芸がないだろ。へえ、飲んだことないっていうか初めて聞いた。そのカクテル、トロピカルカクテルっていうと甘いと思うだろうけど、グレープフルーツの苦みが程よい大人の味だ。うん、じゃあそれで。はいよ。苗はどうする？僕もトロピカルカクテルがいいな。それならマイタイにするか、うん、見た目もトロピカルだし、アップル、パイナップル、フレッシュレモンと3種類のジュースが入った割と甘口のカクテルだ。あ、マスターってば、僕のこと子供扱いしてるでしょ。そんなことないぞ。このカクテルな、見かけによらずアルコールがきついんだ。お子ちゃまには飲めないカクテルだぞ。だったら今夜はそれにします。はいよ。ただし飲みそぎるなよ。あ、ほらやっぱり子供扱いしてる。気にすんな。じゃあ久しぶりに話してもいいかな。お、いいぞ、大歓迎だ。どんな話なんですか？さて、どんな話かな。俺とあいつのディスタンス、朗読島田良平。なんかうまくいかないよな世の中って。散々愚痴をまき散らした後、長いため息をこぼす。仕事と恋人ダブルでやってきたトラブルを抱え、俺はとてつもなくへこんでいた。なのにあいつと来たら、ざまあみろとかなんとか言いながら大笑いしてやがる。まったく思いやりとか気遣いはないのかよ。まあそんなもん求めちゃいないんだけど。かっこしいな俺は。基本人に弱みなんて見せない。同情や慰めはするものであってされるものじゃない。それが本音だ。弱みを見せて女心をキュンとさせてやろうなどとせこい手は使わないのがポリシーだ。あいつは俺がどんなにへこんでようと同情なんてしやしない。慰めたりなんて絶対しない。むしろ乾杯しながら俺の弱音を笑い飛ばす。あいつはそういうタイプ。あわよくば弱った俺の心の隙間にスルリと入り込もうなんて企みなど思いつきもしないのだ。これほど分かりやすくへこんでいる男を大笑いするか普通と。抗議めいたセリフを吐くのとは裏腹に、絶対絶対にあいつに知られないようこっそりとありがとうと心の中でつぶやいた。聞こえたはずのないありがとうにあいつがにやりと笑った気がした。微妙にヘタレっぽいのがなんとも良平らしいな。女子の方が1枚も2枚も上手な感じですよね。手のひらの上で転がされてる感半端ないな。別に俺の実体験じゃないし。すねるなよ。僕はこういうお話も主人公の男子も結構好きだけどな。あー、なんだろう、ナエ君の発言が微妙に上から聞こえるな。ひがむなよ良平。ナエとか辰巳とかモテる男にはな、所詮人事なんだよ。さっきの話みたいなのは。まあそうですよね、俺たちとはね違ってって。勝手にマスターの仲間にしないでくださいよ。冷たいね龍平。辰巳さんがモテるのは否定しませんけど、僕言われるほどモテた試しないですよ。謙遜しなくていいぞ。ない、そうそう、
過ぎた謙遜はマスターを傷つけるだけだから。なんで俺だけなの？なんで俺一人がモテない設定になってるんだよ。いやだってマスターをいじるのなんか楽しいし。ああまた敵が増えたっていうかこの流れそろそろ変えてくれ。じゃあそんなマスターの愚痴を今夜は僕がじっくり聞いてあげますよ。どうしたなえ。僕のお休み朗読がちょうどそんなお話なんです。へえ、それは楽しみだな。じゃあなえくんのお休み朗読のお供にマスターさっきのカクテルもう一杯ください。ん？これで最後だぞ。聞き屋。慌ただしい一日の終わり、つかの間穏やかに時間が流れる夜更け。ベッドへ向かおうとした僕をスマホが呼び止めた。映し出されたナンバーを見てすぐに彼女だとわかる。今日のご機嫌はどうだろうか。挨拶もなく話し始めた彼女の声はお世辞にも明るいとは言えない。ああ今夜も長電話になりそうだ。僕は聞き屋。人の悩みや愚痴を聞くのが仕事だ。解決策なんて示さない。アドバイスをすることもない。だって僕はカウンセラーなどではなく、あくまでも聞くだけ。それでも商売が成り立つんだから、世の中っていうのは不思議なものだ。今夜電話をかけてきた彼女も常連客の一人。彼の態度が冷たいからと浮気を疑っているらしい。彼の行動すべてを悪い方へと解釈してしまう彼女の話を僕はじっと聞いている。心の中のモヤモヤをすべて吐き出してしまうまで僕は彼女の話を聞き続ける。どんなに長くても、たとえ朝が来ようとも、彼女の話にとことん付き合う。だってそれが僕の仕事なんだから。君も話がしたくなったらいつでも連絡しておいで。気が済むまでずっと君の話を聞いてあげるから。朗読はまかなえゆうすけでした。それでは皆様、一緒に過ごす時間もここまで。どうぞ今宵も良い夢を。おやすみなさい。